ドリーミーカラーはアクアの楽曲。We Are Challengers Project のテーマソング。アクアクラブ CD セット2021として、2021年6月30日にランティスから発売された。PV に登場した長井先小中一貫学校。前作、スマイルスマイルシップスタートから3ヶ月ぶりとなるシングル。アクアクラブ CD セットシリーズ第5弾として、 アクアクラブ CD セット2021に内放される形でのリリースとなる。兄弟曲ドリーミーカラー l 二 r は2021年から展開されているプロジェクト We Are Challengers Project のテーマソングラブライブ、シリーズ初のキャストによる実写 PV が制作され、楽曲のタイトル、内容とともに5月15日に YouTube で PV が公開された。ロケ地は 裏の星女学院のモデルとなった長い先小中一貫学校を中心に劇中に登場した沼津のスポットが多数登場する。カップリングは第4弾ジモ AI- ダッシュ、に引き続き表題曲のソロバージョンとなっている。CD にはアクアのファンクラブアクアクラブ2021のサービスが受けられるシリアルコードや実写 PV を収録した BD オフィシャルグッズが封入されている通常版と通常版の内容に加え、ブックレットスペシャルメモリアル DVDCD が封入されたホログラムエディションの2形態で発売される。2021年6月29日付のオリコンデイリーランキングでは4位にランクインし、結成記念日にあたる翌日の6月30日付では2位に浮上した。2021年7月12日付、 オリコン週間シングルランキングでは1.5万枚を売り上げて4位にランクイン。デビュー作からの連続オリコン週間トップ5入り記録を27作に更新した。ありがとうございます。